えー、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。えー、名古屋記念もいよいよ最終日、えー、決勝戦の予想をお送りしたいと思います。えー、っと、概要とですね、敗車線もあの、今回、えー、っと、目だけですが予想してみました。えー、敗車線10レースがあの、大田龍馬の巻き返しということで、えー、7番から、 えー、3,1,5,4の折り返し。えー、11レースは、えー、竹内翼が積極的に、あの、えー、ルーキほぼルーキーらしく逃げると思って、それに乗る坂本が、えー、番手から抜け出す三が3番の、えー、軸で、えー、1,5は折り返し、えー、3番から、えー、6番、7番、2番はあ、裏はなしという予想です。 そして、12S の決勝戦は、えっ、ー、と、静岡の並びを見て、嫌だが前ということで、えー、渡辺を軸に、えー、することにしました。えー、に、2番渡辺から、えー、9、8、4、7、1、5。ちょっと多くなりますが、えー、オッツを見ながらご検討ください。では、あの、ニ2 s の決勝戦についてはもう少し、えー、 詳しく説明したいと思います。ご覧の通り。うん、自力型が多いですね。いや、難しい。なんか、印は渡辺じゃない。中川が二重丸で、渡辺が丸がついてますが。うん、ちょっと不思議な感じはありますよね。まあ、難しい。大混戦ですよね。なんか、昨日の時点では二車単 えー、中川から売れてたんですが、まあ中川は今回短期で、えまあ、空いたところから、あの、自力で行くんですが、えー、っと、静岡同士の並びで、がち、私注目してて、もう今の状態だったら渡辺じ、前でやれるんじゃない,ないかな。前でも戦えて、えー、嫌だ、その後ろじゃないかなと思ったんですが、まあ嫌だが、 107期で後輩ということもあって107期だよなうん107期ですね105期の渡辺がやっぱり先輩ということで番テを回ることになりましたもちろん番テを仕事は何も期待できないです柳田がもう早めに行くでしょうねだからあの中川に戻りますが中川小間切れでと立ち回るよりはそう位置取りがうまいタイプじゃないんで 最初から渡辺をこの後ろに障子を合わせた方がいいと思うんです。やっぱり、あの、流れでそう、早めになっておかないと、他の選手、まあ、河村はそんなに位置こだわらないですし、ちょっと後に触れますが、別の理由もあって、まあ、3番手主張するよりは自力じゃないかなと。 一方、やっぱり鈴木や佐々木はこの3番手欲しいと思うんですよね。ねええー、っと、矢田が番手、矢田が逃げて渡辺は番手まくりしたら、実質これ番手ですからね。後ろにつけての諸橋や渡辺ですし、ある程度いい位置にいたいんじゃないかなと思います。ちょ、まあ先に行っちゃいますとはごめんなさい。えー、っと、 えっと、二段掛けで渡辺が、あの、本命です。やっぱり、あの、他の選手、前にいる選手に関しては、自分が優勝したい、引き出したいというのは、ないと思うんです。まあ、例外はあって、これは後に言いますが、 一つ例外があるんですけど、基本的には、まあ、佐々木渡辺を、あの、姫姫なんで、佐々木が引っ張る可能性も否定はできないんですが、まあ、柳田が無理やり突っ張っていくぐらいだったら、そこまで、佐々木も無理はしないから、まあ、叩き合いに行くかもしれないけど、後ろ渡辺だから、まあ、先行は嫌だだと思うんですよ。 あとか言ってて、それ組み立てたら佐々木が逃げるかもしれないような、まあ、佐々木が逃げたとこで渡辺は、まあ、バッテバクリもできるんですが、3番手にはまられた際、そこがかわされそうっていうのはありますよね。やっぱり渡辺勇太と,、えー、と渡辺哲夫の後続距離を見ると、渡辺勇太は一瞬逃げきれるぐらいのやっぱり足持ってますからね。 そういう意味で佐々木が渡辺を勝たせるにしても早めに行っても仕方ないと思うんですよ。まあむしろこの3番手の方が渡辺哲夫の優勝には近いんじゃないかなと思います。で、えっ、ー、と、例外で、さっきあの何、2回言いましたが、その例外が河村浩二なんですよね。河村浩二、まあ、 あの準決勝戦は最後うまいまくり込みで、まあ、足もなかなか仕上がってるなっていう感じでした。でえ、今回ですね、ちょっと気になるのが、後ろが地元の笠松なんですよ。まあ、普段なら河村自分が勝つ競争で、えー、いいんかと思うんですが、まあ、 カサマツがつけてるからには積極的な競争するでしょうね。一方、川村一度には淡白なんで、3番手に入れるイメージが佐々木や鈴木健太郎ほどないんですよ。むしろ、あのー、ホームぐらいから早めに巻き返していく、番手まくり食らおうとも、 はい、えっと、笠松がいるんで、早めに巻き返してくる競争はすると思うんです。もしくは、あの、うまく3番手にはまれても、そこからですね、あの、もう、自力で踏んじゃうんじゃないかなと。 箱館てでですね、えっ、ー、と、箱立ての S 級だったかな、えっ、ー、と、ルーキーの、南淳選手が、えっ、ー、と、まあ、外人、相手に、番手に一度はまれたんですが、そこで3コーナーから番手まくりに行って、足を使ってしまって、結局、後ろの、えー、誰だったっけな、京都の、 えっとまあ、これも自力選手なんですが、うん、山本だったかなを引き出して、えーっと、引き出した形になって、ま、山本前の外人選手はさせなかったんですが、2着に入って、南が3着だったっていうことがあったんですが、まあ、川村も後ろ笠松なんで、何もしないわけじゃなくって、 絶対に自分の足を使ってもやっぱり動いてくると思うんですね。やっぱりそれがあの後ろあの、地元が回ったということの,あの,川,村の川村内の流儀でしょうしまあ、あの。 ベテラン自力型としての競技だと思うんです。河村橋も、あの、結果はともかくとして、注目してみてほしいと思うんですね。若手で言えば、やっぱり佐々木号ですね。もう、あのー、自分が勝つぐらいの競争ができるのかどうか、単なる、あの、叩き合いじゃなくて、あの、うまく、 一度にも含めて走れるかどうかっていうところも佐々木は注目しておきたいと思います。えー、っとですね、ちょっと長くなりましたが、えー、っとご覧の冒頭に挙げた通りり 6, 6点、えー、っとこれ折り返し全部折り返しです。えー、っと、まずあの、すんなり、えー、っと渡辺芳雄に直でついた場合の中川、まあ、直でつかなかったら9番って不発っていうのもありよると思うんです。 中次回着くべきだと、中が思います。で、えー、っと、鈴木健太郎、えー、準決勝は番手まくり、えー、吉田拓也から番手まくり解消でした。えー、足も相当仕上がっていると思います。えー、えー、オッズ的にも美味しいと思います。注意してみておきたい。それから、えー、っと、渡辺を前に、佐々木を置きました。や佐々木は、あの、ここで勝つ競争、勝つ、 っていう意欲はある競争を見せてほしいなと。うまく3番手にはまれれば、あの、この先も何をやってくるかわからないっていう、積極的だし、前々だし、かつ、位置取りもできるっていう、えー、選手。で、ま、前期までは永久だったんで、それから、あの、得点的に107点まで押し上げてますからね。 ま、107期として、えー、っと、気にしていい選手なんじゃないかなと思います。まあ、当然その後ろにいる渡辺も、あの、縦の切れあるから必要ですし、そしてですね、えー、川村の前に、えー、地元笠松を置きました。これあの、自分逆転の優勝があるとしたら、笠松だと思うんですね。 まあ、佐々木と叩き合いになったりしてもつれたり佐々木が逃げてえー、っと緩んだところでなんか河村が行きそうな流れになると思います。まさ、あ、まちゃんとついていけるかっていう問題はあると思うんですが昨日の準決勝でかさまつぱっとしないんだなと思ってたんですけどあのごめんなさいですよね準決勝相当良かったです。 しかもやっぱり地元ということで、もう3割増しですよ。やっぱりモチベーション的に一番誰が優勝したいかってなったら、俺は笠松だと思うんですよ。まあ笠松から誰行くかっていうのはちょっとあの悩ましいとこなんですけど、まあ渡辺とか諸橋とか、 かな渡辺裕太は切り替えたり、なんか中川は逆になさそうな気がするんですよね。そういうば河村康二の残り目かな、まあ、笠松を直線思い切って踏むでしょうから、河村を結構、あの、距離あの離されるでしょうから、そこで他の選手が突っ込んでくる可能性ある。佐々木なんや鈴木健太郎なんかも面白いと。 穴目は笠松だと思います。笠松は三連単のシリーズン見ててもそんなに人気ないんですが、えー、っと、穴としては笠松上げてみてはいかがでしょうか。はい、えー、これで、えー、っと動画の説明は終わりです、えー。チャンネル登録、高評価、えー、が すごくモチベーションになります。えー、まだチャンネル登録まだの方、えー、ぜひ、えー、チャンネル登録ボタンで押していただいて登録よろしくお願いします。えー、ブログ、ツイッター、アドレス、えー、説明欄に記載してます。よろしければ見てください。はい。今の画面、最後の20秒で関連動画、関連動画プレイリスト流れます。 そちらもあの、よろしければ、お時間あれば見ていただければ嬉しく思います。はい、えー、名古屋記念決勝戦、えー、の予想をお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。